シリーズ「令和漁業法漁業権」その24ということで第72条第1項関係というのは個別漁業権の免許の的確性についてお話をしていきたいと思いますまあ漁業権にはですねこれまで話してきたように個別漁業権というと団体漁業権とあるわけですで個別漁業権とは実際に漁業を営むその人に免許が与えられるというもので定置漁業とかですね区画漁業についてそういったものがあり得るわけです 実際は条文ですけどもこういういい話になっていま,すまあこれ後で説明しますので、えー、ここを言ってもですねなかなか大変だと思うので、えー、この72条についてはですね、えー、鉄格性について書いてあって12345までありましてこの3号についてはですね政霊というのが別途定まっているとこういう形になります。 でえ具体的に言うと、ですねこの第1項でですね個別業権については次の場合は適格性がないということにされています。一つは漁業または労働に関する法令を遵守しないということですね。で、具体的にですね、あただこの時ですね重要なのは、ですねこの昭和漁業法ではですね漁業の民主化の阻害というものがですね適格性の要件にあったわけですけれども、これが削除されているということです。 これは漁業法の目的のところも、ね、削除されて、漁業民主化が削られているわけですけれども、まあ、この辺の問題はです、ねま、た別途別のところで話していますので、そこを見ていただければというふうに思います。まあ、非常に問題があるところです。では、漁業に関する法令というのは、具体的にどういうことがあるかというと、漁業法とその成唱例、都道府県漁業調整規則、水産資源保護法、EEZ 漁業法、外国人漁業規制法、 その他漁業に関する定めを置いている法令が、漁業に関する法令ということになるかと思います。もう一つはですね、労働に関する法令の遵守意識のない人ということですね。これが、じゃあ労働に関する法令とは具体的にどういうものかといえば、労働基準法、船員法、船舶安全法等の労働関係法令を言うということです。で、二番目、暴力団員等であること。 ということで、こういう場合、暴力団員等の場合も、ですね適格性がないということになります。ただ、暴力団員等というのは何かというと、これは暴力団員等とは、ですね暴力団員等、そして暴力団員で亡くなった日から5年を経過しないものというものを、暴力団員等というふうに呼ぶわけです。これはですね、実はこの漁業法の第18条に、ですねそういった定義がされているわけです。 今度はですね、えーまああの、役員とかですね、政令で定める使用人が、えー、これまでのですね、労働、漁業労働関係、準中にしの決動だったりですね、暴力団等であった場合はですね、これも的確性がないということです。で、この政令で定める使用人って一体どういう人なのということですけれども、総選もしくは漁労を指揮監督する。 人ですねまたは養殖を管理する人、まあ、そ,のその人が使用人になって雇われている場合は、そ,あのその場合は的確性がないということになるわけです。あと4番目ですね、暴力団員等がその事業活動を支配するのであることということです。まあ、実際上、その事業活動を暴力団員が支配している場合はダメですよ。ただし、昭和漁業法ではですね、どういう風うに言ってたかというと、 法令遵守意識のない者がどんな名目によるものであっても、実質上その漁業の経営を支配する場合というふうになっていたわけで、ちょっとですね、範囲が限定されてしまったというのが実態のところであるかと思います。次はですね、適格性の判断は誰がどのように行うかということです。で、適格性の判断を築機関はですね、昭和漁業法においてはですね、海国漁業調整委員会というふうに明確に規定されていたわけで、 その各調整委員によりですね民主的に評価されるシステムで,で投票でですね3分の2以上の人が的確性なしとしたらもう的確性がないということになっていたわけですけれども令和漁業法ではこの規定が削除されたわけですとすると一体どうなっちゃうのかな誰が判断するんだろうという,ふうにことになるかと思いますではまとめですね 昭和漁業法では免許の申請者に関して法令の遵守精神決済や漁業の民主化の阻害の2つの要件があったわけですけれどもこのうち漁業の民主化の阻害の要件が削除されたということですまた昭和漁業法ではですねこれらの判断を海軍調整委員会の投票によっ,って行っていたわけですけれどもこの規定が削除されてしまったということです もっともですね、令和漁業法においても、海区調整委員会の諮問というのはですね、鉄格性に関してもですね、残されているわけですので、その諮問の際にですね、海区調整委員会が、鉄格性がないというふうに考えられるものについて、意見を述べればいいという、まあ、考えもあるわけですけども、ただ、ね、 これまでの会長選委員会の投票結果とのは、適性の有無に直結したわけですけども、令和漁業法ではですね、この意見を言うだけになってしまったの、知事がこれを無視してですね、もう、その適格性ありとしちゃうことはできるわけで、それでも法的には問題なくなってしまうということで、ね、えー、要は知事の恣意的な判断というのが非常に怖い、知事の横暴というのが問題になるということですね。 なおこれまでの的確性の審査はですね、えー、諮問を受けた海部調整委員会が実質で行っていて、審査結果を知事にして答申しているのが、まあ、これまでの海部調整委員会のやり方ですので、<laughs> レーバー漁業法においても、このような運営が続けられるよう、地図部局は留意すべきだというふうに私は考えます。まあ、以上ですね、えー、その24、個別漁業権の免許の的確性についてお話をしました。